元気、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はサカス広場にようこそいらっしゃいました。今日は TBS アナウンサーの小澤幸喜と、いつも TBS テレビの夕方のニュース番組 N スタや音楽カウントダウン TV ライブライブの TBS 応援番組キャラクターのブーナと一緒にこのステージ盛り上げていきます。どうぞよろしくお願いいたします。ブーナ、風強くなってきたね。寒くない？大丈夫？今日ね、ちょっと後ろ見てみて。世界を笑顔にする広場っていうイベントが行われてるんだけど、ブーナは何をしたら笑顔になる？考えて。あ、ひらめいた。あ、ダンス。ブーナダンスが得意なんだ。上手。皆さん拍手お願いします。おーおーおー。私はね、歌ってって言ってる？歌ってって言ってんの？そう、あ、そう、私ね、ミュージカルが大好きなの。だから歌うことが笑顔になるかな。いい歌って。じゃあいきますよ。心配ないさー、ドブナ。ありがとうございます。恥ずかしいな、ちょっとね、美味しいもの食べたりとかさ、まあ、ブーナみたいにダンスしたり、私たちに歌を歌ってみたり、まあ、人が笑顔になるとき、ブーナいろんな時があるよね。そしてね、ブーナっていうそういうこの可愛いキャラクターを見て笑顔になる人も多いと思うんだよ。どう？嬉しい？よかった。ということで今日は、あ、痛い、ちょっと痛い、ちょっと強い。ということで今日はね、ブーナ以外にも様々なご当地キャラクターに来てもらいました。ご登場いただきましょう。どうぞ。さあ、うわー、いろんなキャラクター来たよ、ブーナ。ねえ、今日もしかしたらブーナお友達が増えるかもしれないね。よかった。さあ、皆さん大きな拍手でお願いいたします。さあ、まずはこっちかな。はい、ブーナは
これ今今日ね、いろんな国や地域のキャラクターが来てくれたんだけど、海外とか行ったことある？ない。じゃあ今日はいろんな国や地域のこと知れるかもしれないね。ね、本当に。さあどうでしょうか、大丈夫そうですか？はい、では皆さん揃いました。どうですか皆さん、可愛いと思う人大きな拍手をお願いします。どうもどうもどうも。もっと喋るキャラクターもいるんですね。今日皆さんとっても可愛らしいんですけど、どこから来てくれたんでしょうか？どこから来たのかな今日は。自己紹介からいきます。こんにちは、埼玉県の羽生市から来ました、ムジナモトイガマンちゃんです。先に、世界キャラクターサミットに羽生、これ前のポスターなんですけども、去年、一昨年、何年前だかなそのポスター。去年違います。2019年です。はい、正解です。2019年です、ね、はい、いつも埼玉県の羽生市でやっているイベントなんですけれども、全国国内からキャラクターが300体以上集まってくれてます。で今日、ここに来てるホヌピーもいつも参加してくれてるんですけど、ね、ギネスにもなったんだね。はい、ギネスにも、はい、乗りました。国内だけでなくて海外からもキャラクターが遊びに来てくれてますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。で羽生市から今日は2体遊びに来てるんですけれども、はい、茶色いキャラクターの子が、ムジナモンと言います。ジナモン、はい、頭にモロヘイヤという羽生市の特産品をつけています。美味しいよね、モロヘイヤね。モロヘイヤ美味しい野菜です。で隣にいるのがイガマンちゃんですね。はい、イガマンちゃんです。大きな拍手お願いします。イガマンちゃんは、頭にイガマンジュという羽生の郷土料理を乗せたキャラクターになっています。はい、このイガマンジュ、先ほど私いただいたんですけど、こしあんのまんじゅうにこう赤飯がまぶしてあるお菓子なんですよね。まぶしてあるお菓子です。すごい甘くて美味しいお菓子なので、皆さん羽生に来た時はぜひ試してみてください。羽生だとどこで買えるの？羽生だと町のお菓子屋さんで買えます。インターとか買えるかな？インター、東北道のインター。あ、インターでも買えると思います。はい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 、よろしくお願いします。ひがまんちゃんのお人形持ってる方もいますよ。嬉しいね。皆さん左手、皆さんの右手後方ね、ありがとうございます。さあそして今日は世界のキャラクターたちもいっぱい来てるということで、日本以外の国から来てくれたキャラクターもいっぱいいるんですよね。ということで、じゃあまずはブーナ、どの子から聞きますか？ちょっと私気になるのはね、喋る子、はいはい、ちょっとお名前聞きましょう。はい、はい、はいはい、僕の番から。僕はハワイから来ました、ホヌッピーです。ハワイからホヌッピーです。大きな拍手お願いします。よろしくピー。そう、僕のハワイって言うとみんな多分ワイキキが有名だから、ね、ワイキキって言うとオアフ島を思うと思うんだけど、僕はハワイ島っていうね、ビッグアイランド、4つの島の1つのハワイ島のフナルクロスナ海岸っていうね、ブラックサンドビーチという海で生まれたカメの妖精っていう。ここはね、小沢アナ、はい、キラウエア火山って知ってますか？もう一度お願いします。キラウエア火山。何ですか？ハワイ島の噴火した有名な火山。キラウエア火山、知ってますよ、知ってますよ、はいはい、そう、そのキラウエア火山の溶岩が流れ込んでくる。はあ、で、黒い砂浜になったブラックサンドビーチで。ああ、はい、なってますね。そう、大自然のパワースポットのところで生まれたウミガメの妖精です。ここはね、ウミガメがたくさん生息する地域で、ぜひワイキキだけじゃなくね、ネイチャーにも行ってもらってハワイ島も見てみてください。ホヌッピーは喋るんだね、今さら。うん、びっくりしちゃったよ。あ、すいません。ウミガメの妖精なんだけど喋れるんだ。そう、喋る代わりに僕泳ぎが苦手。苦手なの？そう、ウミガメなのにね。はい、だからね、うん、僕はその分喋れるので、皆さんにね、アロハッピーの精神で心の宝、トレジャーハートを伝えることをね、
やってます。その他にやっぱりその大自然、世界の自然を守るための SDGs 活動をね、さらに頑張ってます。よろしくお願いします。お願いします。ルナはハワイ行ったことある？ないんだ、ね、暖かい南の島なんですよ。ぜひ一緒に行こう今度。ぜひぜひ行きましょう、はい、ありがとうございました。で、ね、最後に僕のね、うん、やっぱ合言葉の皆さんでアロハッピーやってもらいたいんで、ぜひお願いします、はい、僕と会った時には元気でみんなアロハッピーって声をかけてください、はい、ではちょっとせーのでいいですか？はい、どうぞ。はい、じゃあせーの、アロハッピー、マハロー。ありがとうございました。ありがとうございます。ホヌッピーでした。では次はホヌッピーのちょっと右後ろにいるイノシシみたいな子に聞いてみましょうか。お名前お願いします。この子はドゥリボーと言います。ドゥリボーは、はい、ヨーロッパにあるベルギー王国ドゥルブイスからやってきました。ドゥリボーのつけているエプロンはベルギーの旗と同じ柄になってます。かわいらしい。ありがとうございます。ちょっとこの右上にもなんかロゴがついてますね。はい、これですかね。はい、こちらワインになってまして、ドゥルブイシは、高級レストランやホテルが多くあってグルメの街としても知られてるんですね。ドゥルボーも美味しいものが大好きで、ここには、ワインが書いてあります。日本にイノシシいるんですけど、ベルギーにもイノシシいるんですか？はい、ベルギーにもイノシシはいます。ドゥルブイシのあるアンデンヌ地方ではイノシシがその地方の象徴となっています。イノシシの子供を表すウリボーとドゥルブイシを組み合わせて、はい、ドゥルボーとドゥルブイシの皆さんによって名付けられました。ウリボーが由来だったんですね。そうなんです。このドゥルブイシってどんなところなんですか？はい、ドゥルブイシっていうのはベルギーの首都ブリュッセルから南東に約100キロ車で1時間ほど行ったところにありまして、森や川に囲まれた、美しい町になってます。はい、古いお城や、中世さながらの石造りの町並みが残された、ところになってます。行ったことプーナ行ったことないよね。こう美味しいグルメの町だって。美味しそうね。ごめんちょっと分かんなかった。え、何もう一回言って。あ、よだれが垂れてきて、あーよかった。ごめんプーナ、ごめんプーナ、ごめんプーナ、ごめん。ありがとうございます。じゃあ、ドゥリボーよろしくお願いします。大きな拍手お願いします。さあ、そして続いて、白と赤のしましまの帽子かぶってる子、お話伺いましょう。お願いします。はい、この子はですね、南アフリカ大陸のペルーからやってきました、オセロットという男の子です。はい、オセロット君です。お願いします。特徴的なのはですね、このオセロットかぶっている帽子ですね。こちらは、チューヨというニット帽子で、ペルーのアンデスという三角地帯で愛用されています。はい、あ、暖かそうな帽子ですね。そうですね、ちょうど午前中は辛かったですけど、午後今、この時間はちょうどいい暖かい帽子ですね。そうですよね。そしてオセロットはちょっと猫のような姿してるんですね。はい、そうなんですね。オセロットはですね、ずっと昔にですね、ペルーで作られた中南米に生息する猫科の動物、はい、オセロットをかたどって作られた時が現在に復活した猫の妖精なんです。オセロット後ろ向けるかな。はい、オセロット、ですね、何かなと思うかもしれませんけど、オセロットの尻尾です。はい、こちら尻尾ですね。はい、そしてですね、オセロットはペルーの良いところをですね、日本の皆さんに知ってもらうために、はい、また日本の良いところをですね、ペルーに知ってもらうように一生懸命頑張っています。皆さんね、ぜひペルーから来ましたオセロットを覚えてください。よろしくお願いします。日本だけではなくて世界にはいろんなキャラクターいるのね。本当に覚えた？ブーナ、おさらいしますか。ムジナモン、ミナマンちゃん、ホヌッピー、ドゥリボー、そして最後一番右手オセロットちゃんです。はい、よろしく、オセロットくんかな、よろしくお願いします。さあ、ということで今日はせっかくこの外国からこの広場まで来てくれたということで、もうちょっとこのキャラクターと一緒に遊びたいと思います。遊びたい、遊んでもいいよって方いらっしゃいますか？ありがとうございます。では今日はこのご当地キャラクターの国にちなんだクイズをね、特別に出題したいと思っています。ではここからは世界キャラクターサミット in 羽生からやってきてくれましたキャラクターたちと一緒にクイズを出していきます。さあ、ね、ルーナもさっきね、同じクイズじゃないからね。
さっきね、1回目もやったんですよね、この。そうなんです、そうです、アナウンサーさんに変わっちゃったから、第1回目の時に同じクイズが出たら忘れるようにって僕が伝えたから、はい、みんなちゃんと忘れてるかなと、はい、今日は A と B の2択ですので、はい、このキャラクターたちにはこの札を上げてもらいます。皆さんは挙手制でお願いいたします。では皆さん準備の方はよろしいでしょうか。 OK、 はい、行きましょう。オセロットがねちょっとね持てないので、僕は代わりにオセロットの分をやるので、ね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ではまず第1問目、羽生氏についてのクイズです。じゃじゃん。ありがとう。ムジナモンとイナマンちゃんの故郷、羽生氏の伝統工芸は何でしょうか。ムジナモンとイナマンちゃんの故郷、羽生氏の伝統工芸は何でしょうか。 A 藍染め、 B ラブ染め、さあどっちでしょうか。分かりやすいってね。 A だと思う人、 B のラブ染めだと思う人、はい。では行きましょう。正解は A でした。あらららら、はい、声の大きい、ね、虫なもんじゃないの。すいません、滑りました。私が対応できなかった。このね、虫なもん着ているね、これがね、藍染めっていうのね。ちょっと後ろ向ける。これ藍っていう字が書いてあるんです。素敵ですよね。この藍なのね、ラブじゃないんだね。覚えました。ラブじゃなくて愛です、はい、皆さん覚えてください。正解した方おめでとうございます。おめでとうございます。では第2問目はホヌッピーからお願いします。じゃじゃん。そう、さっきまさかね、ムジナモンがクイズ出すと思わなかったでしょ。だから僕もクイズをみんな覚えてるかな。新しいクイズいきます。いきます。僕たちウミガメが非常に困っていることがあります。なんで笑ってるの。これね、第1回目をね、見てくれた人はちょっとなんとなく感じてくれてるのかなと思うんだけど、あのね、僕たち困ってるね、海にプラスチックのゴミがたくさんあること、これ A ね、はい、B 僕の甲羅に人間が乗ること。困るのは何でしょうか。 A だと思う人。では B の甲羅に乗るだと。非常に困ります。ありがとうございます。ではやっぱね、言ってくれないと困ります。はい、はい、正解はじゃじゃん、まあ普通に A です。 A でした。ね、さっきみんなボケてくれないと、ここで B やらないとね、すいません。ね、やっぱりね、海にプラスチックのゴミがたくさんね漂流することで、僕たちカメだけじゃなくて魚とかね、海の生き物みんな困ってます。だからね、ゴミを捨てない活動、今 TBS さんもペットボトルを使わない活動やってるんですよね。はい、そうです。はい、 SDGs ウィークで。 SDGs ね、だから皆さんペットボトルをね、ポイ捨てしない、リサイクルするようにしてください。はい、お願いします。私たちが海をきれいに扱うことがこのピーのためにもなりますね。そうなんです、まあ、みんなのため、はい、ね、川にも流してもダメ、海に行っちゃうからね。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。正解した方おめでとうございます。無事なもん正解した。あ、正解した、おめでとう。では第3問目に行きましょう。ドゥリボーが住むベルギーを舞台にしたお話はどちらでしょうか。 A フランダースの犬、 B 桃太郎。では行きます。 A だと思う人、フランダースの犬、 A だと思う人をパラパラと言います。では B の桃太郎だと思う人、はい、浦島太郎。あのね、桃太郎だよ、これ。あ、すいません、桃太郎だよ、はい、ボケてました。浦島太郎じゃないよ。はい、ブナはどっち。あ、B、桃太郎だと思う。お、みんな B が多いのね。では正解を発表します。正解は A でした。フランダースの犬でした。ドゥリボー正解、おめでとうございます。正解したよって方いますか。あ、少なくない、大丈夫、本当に。よかったね、みんなからも洗脳されてきて、ありがとう。ホヌッピーに洗脳されちゃダメですよ、皆さん頑張ってください。では第4問目に行きましょうか。オセロットがやってきたペルーからの問題いきます。世界で2番目に長いと言われているある川がペルーの山から流れてきていますが、その川の名前はどちらでしょうか。世界で2番目に長いと言われている川です。A のアマゾン川、 B の天の川。これオセロットは知ってると思うので答えないようにお願いします。はい、僕だったら、C で香川照之。
右に今香川さんいるから、ね、そう金曜日ね、やっぱ TBS 行ったら香川照之そうね、ありがとう。そう金曜日いつの間に降りたの、なんか僕ちょっと降りて今応援で、すいません、ね、かぶっちゃった、はい、かぶっちゃった。じゃあ本題のクイズいきましょうね。本題のクイズいきましょうか、はい、ではいきましょう。 A のアマゾン川か B の天の川、正解は A のアマゾン川でした。はい、正解したキャラクターいるかな。あ、正解したムジナモン正解。おすごい。ルナどうだろう、正解した。お、みんな正解したんじゃない。そう、私全く見えないな、どうかな、はい、グリボーも正解したかな。あ、よかったです、おめでとうございます。参加した正解した方もおめでとうございます。ありがとうございます。カグピー、これ難しかった。あのね、ボケすぎてすいません、急で小沢アナに迷惑をかけました。いや、香川さん、今日までね、TBS 行ったら香川照之、はい、お願いします。お願いします。金曜日放送しますんでね、はい。では最後、羽生氏についての問題です。はい。クジナモンについてですね。クジナモンの尻尾の花は何の花でしょうか。このちっちゃいやつ。これね、見えますか。A がムジナモの花。B がチューリップの花。A だと思う人。では B のチューリップの花だと思う人。チューリップも意外いるね。ホルピーどっち？僕はね、まあここはまともに行きましょう。A。A。まともに行きましょうってちょっと正解になっちゃうんですよね。C ね。C ね。C ね。もうまああまりともしつこいかなと。はい、正解は A のムジナモの花でした。正解です。ありがとうございました。はい、全問正解したキャラクターのいるますか？いる？ホヌッピー全問正解した？僕はもう独創で全問正解。全問正解、さすがです、はい。参加した方も全問正解した方いらっしゃいます？さすがにいないかな？あ、いた！おめでとうございます。大きな拍手お願いします。小沢アナ、すみません、はい。今のムジナモの説明させてもらってもいいでしょうか？あ、もちろんです。はい、ムジナモの花の説明をさせてください。はい。はい、ムジナモの花なんですけども。実践している、食虫植物になります。で、この花が幻の花って言われてるんですけども、はい、真夏の暑い時期にだけ咲く花で、咲く時間は、1、2 時間だけ、はい、で条件が揃わないと咲くのも珍しい花なので、羽生市では幻の花って言われている。すごいですね。その幻の花はどこで見れるの？羽生のどこで？はい、皆さんそれを探してください。はい、すみません、これはですね、羽生のあの宝蔵寺沼という場所がありまして、これがあの、ムジナモの自生地として国の天然記念物の場所になっている場所なんですね。羽生市ですが、実はそれぐらい貴重、あんまりメジャーではないんですけど、それぐらい貴重な植物の花がムジナモンの花の尻尾になっています。ぜひ TBS のニュース番組で取り上げてください。はい、ぜひ、これ貴重はい、すいません、ありがとうございました。はい、すいません、宣伝係ありがとうございます。はい、ムジナモンでした。ブーナー、これ楽しかったね。あ、やってきた、やっときた、どこ行っちゃったかと思ったよね。こういう可愛いキャラクターを通じてこういろんな国のこと知れるのはいいね。で、世界を知って世界を好きになれば、今日のテーマである世界、みんなが笑顔になるので、皆さんぜひ他の国々のこともぜひこの機会に知ってみてください。では名札をね、はい、ありがとうございました。では今日まだちょっと時間があるということなので、ここで写真撮影をみんなでしたいと思います。集合写真撮りましょうか、ホヌッピー。はい、行きましょう。はい、じゃあちょっとこう皆さん中心に集まってもらって、会場の皆さんは密にならないように座席からの撮影をお願いいたします。ルナ、集合写真だっていい笑顔でね。ホヌッピーもナイスポーズお願いしますよ。はい、あ、じゃあすいません、ちょっとお借りしまして、写真の方、じゃあ右の方から撮らさせていただきたいと思いますので、すいません、キャラの皆さん右の方向いてください。キャラのみんな右の方向いて、はい、じゃあ右の方向いていきます。はい、チーズ。はい、
右のお客様に向けて、だんだん真ん中左行きますので少しお待ちください。はい、そしたら、キャラの皆さん真ん中向きましょう。真ん中のお願いします。はい、真ん中行きます。はい、チーズ。はい、よろしいですか。はい、そしたら左の方お願いします。キャラの皆さん左の方向いて、はい、可愛いポーズ行くよ。はい、ポーズ。はい、そしたら最後正面で最後ポーズ決めて最後撮りましょう。はい、行きますよ。はい、ポーズ。皆さん笑顔でお願いします。キャラのみんな笑顔だよ。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、いい写真は撮れましたかね。はい、ありがとうございます。ではちょっと一段上がってもらって、上がれるかな、みんな。上がなくて大丈夫、上がなくて大丈夫だそうです。ホヌッピー、今日いかがでした？いやいやいや、本当にありがとうございました。ありがとうございます。小沢のイケメンの方にも会えて。いやいや、何言ってるんですか。いや、もう素敵ですよね、皆さん。いや、さっきも言いましたけど、素敵なイケメンと思う人は拍手でお願いします。いややったありがとうございます。すごくね、SDGs のことを聞けたり、うん、いろんな世界の話もできたり、皆さんと会えたり、すごい楽しい時間でした。マカロ、ありがとうございました。ありがとうございました。ルーナはどうだった？すごく楽しかった。ね、ダンスもできて、今日ルーナいろんな世界のこと知れたんじゃない？ね、よかったね。ルーナのお友達がこれで増えるといいなっていうふうに思います。オセロットどうだった？オセロットも楽しかった。おお、ジャンプ力がある、元気。ありがとうございます。ユリボーどうでしょう？ジャンプしてる。オッケーです。イガマンちゃんどう？はい、ありがとうございます。ムシナモンどうですか？はい、ありがとうございます。ホヌッピーも今日このみんなと友達になれたんじゃない？僕はね、世界キャラクターサミットで結構みんなと会えてるんだけど。あ、そうだね。ね、ルーナちゃんもぜひ来てください。あら、あ、ちょっともうちょい、いや、いいんじゃない？ねえ、わあ、素晴らしいショット。皆さん今スクリーンショットタイムです。あ、ショットタイムですよ。はい、ありがとう。仲良くなれました。今日ちょっと風が強かったけど、この日ハワイに比べてこの日本の気温はどうですか？あの、今日はすごく爽やかで最高ですね。爽やかでよかった。本当にね、過ごしやすかったかな。もうよかったですね。さっきも言ったけどね、ちゃんとね、皆さんもね、ハワイもね、やっと PCR 検査を僕受けて3回予防接種すると、隔離なしで日本に入れるようになりました。ハワイもね、同じようになってるんで。急になんかちょっと現実の損った話ちょっと急にありがとう。だからみんなも気楽にハワイも来たり日本で、ね、はい、やっぱり交流がまた復活するといいです。はい、会場の皆さんもお楽しみいただけましたでしょうか。もう一度ご当地キャラクターに大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。さあ、そして今日来てくれたキャラクターたちは世界ゆるキャラサミット in 羽生でまた会うことができます。この世界キャラクターサミット in 羽生ではこれ以外のキャラクターも登場するみたいなので、ぜひ足を運んでみてください。11月に埼玉県羽生市に足を運んでみてください。また羽生市の方からお土産があるということで、よいしょ、はい、こちらのスポンジになるんですね。スポンジのちゃんとムシナモンのスポンジですね。はい、こちらのお土産がありますので、ぜひこれももらって帰ってください。お風呂きれいにしてください。お風呂きれいにしてね。海も綺麗に、お風呂も綺麗に、ね、頑張っていきましょう。はい、ということで今日はこちらのこのステージはここでお開きにしたいと思います。ご当地キャラクターのみんなでした。ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手をお願いします。はい、そしてブーナはこの後 N ストに出るんだよね。頑張ってブーナお仕事。いいな、僕も連れてって。はい、大きな拍手をお願いします。ああ、にぎわいある舞台でしたね。今後ろ行きますんで、皆さんたくさん写真は撮れましたかね。よかったです。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。それでは皆さん、ムシナモンにも大きな拍手をお願いします。ありがとうね、バイバイ。藍染めが可愛らしいですね。あ、じゃあみんなぜひここで写真を、あー、ドゥリボーが手を振ってますよ。ドゥリボー、ドゥリボー、ありがとう。イガ
ヤマンちゃんも。ヤマンちゃん楽しかったね。楽しかったね。こしあんのおまんじゅうとっても美味しかったので、ぜひ皆さん食べてみてください。ちょっと甘い香りがするんですけどね。写真撮ります。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。写真タイムです。ぜひ座席から撮影をお願いいたします。11月埼玉県羽生市で、ね、これ以外のキャラクターにも会えるということなので、ドゥリボノリノリだね。ドゥリボノリノリ。ムジナモンもノリノリです。みんなダンス上手だね。ブーナに負けないくらい。そうですね。あ、ムジナモンですか。あら、本当だ。ムジナモン持ってる方もいらっしゃる。ありがとうございます。ヒガマンちゃんのキャラクターずっと上げてくれてありがとうございます。本当だ。あ、コヌッピー、香川照之。あれ、あのアロハッピーじゃないんだ。アロハッピーじゃない、香川照之だ。ありがとうございました。はい、ではご当地キャラクターの皆さん、これで戻りますので、よろしくね。バイバイ、ありがとうございました。皆さん、もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。可愛いキャラクターたちに癒されましたね。あっという間の30分でした。はい、ありがとうございます。オセロットバイバイ。オセロットバイバイ。バイバイ。ありがとうございました。そしてこちらのステージはこれでおしまいですけれども、世界を笑顔にする広場は明日もまだまだ続きます。ぜひ明日も午前11時から午後5時までオープンしておりますので、足を運んでみてください。またどこから皆さんとお会いできることを楽しみにしております。司会は TBS アナウンサーの小澤幸喜でした。ありがとうございました。ポストカードよかったらどうぞ。ポストカードもらってください。